こんにちは、ABKTV です。今日は、越後ときめき鉄道の駅を紹介いたします。昨年末に他界した父の納骨が可能か、能登半島地震の影響で墓が破損していないか確認のために、新潟県糸魚川市の山あいの集落へと向かいます。しかし地震の際に崩落した道路がそのままなんで通行止め、もう一つある別の道から行かなければなりません。その途中にあるかなり特殊な駅を紹介いたします。ここは祖母の住んでいたところで、海と山に挟まれたわずかな土地に人々が住んでいます。急な斜面に道路を確保し、そこに面して貼り付けるように建ててある家々、玄関が3階で2階1階へと下へ降りていく造り。そして昔は道路の山側に線路が引いてあり、蒸気機関車が走っていました。道路も線路も住居も斜面を削り出さなければならない特殊な地形。このまま西へ向かえば有名な親知らずがあります。子供の頃に毎週末ここの祖母の家に預けられていました。懐かしさのあまり思わず往復してしまいました。ここから山あいの集落へと上がっていきます。過疎化が進んでいて、かやぶき屋根の旧家があちこちに打ち捨てられています。斜面を走っていた鉄道路線もある段階から地下のトンネルに切り替わり、その集落のために駅も移転。地下深くのトンネルに無理やり駅が作られました。1969年、私が6歳の頃です。昔は利用者もそれなりにいたのですが、今や過疎化で激減。5年ほど前から無人駅になったようです。祖母の家へは機関車で1時間、一人で通っていましたが、この駅になってからは怖くてバスで行くようになりました。夏でもひんやり、湿度が高く、照明が少ない。こんにちは。地下深くから吹いてくる風の音がなかなかにホラーです。人は闇を嫌います。子供の頃は夜に汲み取り式のトイレへ行くのにもビビっていました。
真っ暗なあの穴が恐ろしかったんですね。刀やナイフ、刃物には魔性があると思います。人の心の奥にある闇の部分を引っ張り出してしまう、そんな魔力があると思います。闇も同様に魔性があると考えます。若かりし頃、寺町という寺だらけのエリアに住んでいました。がっつりと墓地に囲まれた安アパートで暮らすうちに、そんなことを感じましたね。バイト遅番から帰る雨の夜、ショートカットで墓の脇を通る。街灯も遠い暗がりを歩き、家で窓を開けて暗闇で酒を飲む。すると闇の力か酒の力か、妙な己の思考に驚くことがありました。この暗闇を一歩一歩下っていく、奈落の底に落ちていくような、そんな錯覚、魔性を思います。人は誰しもいろんな顔があります。自分の中にも普段とは違う顔があったりします。妙なことを考え、にやついている自分にびっくりします。筒井康隆さんの短編に、旅行先の旅館の洞窟風呂で岩のトンネルに落ちて異世界へトリップするというのがあったと思います。そんな物語を思い出しました。それほど尋常ではない雰囲気に満ちています。この駅を作るために何人かが亡くなったとか、トンネルの角の闇に霊が漂っているだのいないだの、都市伝説ならぬ噂も聞かされました。子供の時はこの駅へ一人で行くの断固拒みました。
なんだか人の話し声や足音が聞こえてくるような、この駅には似つかわしくないたくさんの足音。幻聴？汚染作業員の方たちでした。ホームへ戻ります。電車が到着するようです。以前は特急ハクタカという電車が通過していました。その際の轟音と風圧、それはもう狂気というより他はないほどの迫力でした。ホームへのドアを少しでも開けておくと、その風圧で体ごと吹っ飛びそうな激しさでした。今なら絶対許可されないような作りのエントランスです。暗闇に浮かぶ車内の様子、静かに座っている人々がこの世のものならぬように思えてしまいます。乗客の皆さん、すみません。反対側にも到着です。しかしやはり中の方々が幻に思います。重ね重ね、すみません。謹慎ながらはっきり言ってなかなかのエンタメであります。ここは他では見られない独特の空間です。旅に出た折に寄る価値の大いにある施設です。異空間のご紹介でした。皆さんも一度訪れてみてはいかがでしょうか。ではまた。That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you.